またなんですけどね。あっ、やっちゃったよ。はい。コークローの話の続きですね。今回は自由についてということで、話が進んでいくんですけれどもね。人ってみんな整合したがるというのがあると。それは皆さんあると。何かにつけてね。で、傾向としては、うまくいったときには自分の力。ね、さすがだね、こんなに頑張ったんだもんね。それはできるよね、うまくいったよね。さすが自分、すげえと思う。で、うまくいかないと何かのせいにする。ああ、自分本当はできたのに。あれがあったせいでうまくいかなかったんだ。あれさえなければな、とか。運が悪かったな、とか。そういうふうに従うっていうのはありますよね。で、こう、何かに従うってのはいろいろあるんだけども、これを突き詰めていくと、突き詰めていくと何になるかっていうと、生まれ持った自分の遺伝や環境を整理するということに行き着くと。そうね。お金が欲しかったけど、うまくいかなかった。まあ、お金持ちになりませんでした。って時に、あ、生まれついた環境が悪かったとか、生まれついた自分の遺伝でもうちょっと頭がいい遺伝だったらいろいろ考えられたのにな、とか、まあ、そういうところにうまくいけば行き着きますよね。結局はね。っていう感じで、人間っていうのは結構何かに従うと聞くことがあります。うまくいかないときは、余計にね。で、これが進んでいくと、遺伝や環境を遷移することが多くなってきて、最終的には、初めから遺伝や環境を理由に行動しなくなる。何かをしようと思っても、ああ、でも私そういうタイプの生まれじゃないから、そういうタイプの才能ないからとか、ああ、もともとお金持ってる環境じゃないから、これ以上お金は増やせませんとか。もともと運動ができる人の中で育ってないからコツとかわからないし、なんかスポーツもやる気出ませんとかね。いうことを言い出すようになるし、もっと進むと、それを理由に失敗して安心するようになると。あ、こういう環境だから失敗しましたと。よかった、みたいな。これで自分のせいじゃないや、とか。失敗することで、ああ、遺伝のせいで失敗したわ。なんだろうね。こう、遺伝のせいで失敗することで自分のせいじゃないんだけど、まあ、自分のせいじゃないからこそ、安心して、うまくいかない理由付けができるし、何もしなくていいから、そこに落ち着いちゃうっていうのかな。成功するためにはいろいろ行動も必要ですからね。失敗は何もしなくても失敗できるわけで。で、その理由を遺伝や環境にできるっていうのは結構楽なことかもしれないですね。という言い方をすると逆に言うと、自由な行動っていうのは実は責任があるわけですよ。自分の持つね、責任っていうのがある。生死の緊張を負うわけでございます。自分はこういう責任を持っている。だからこういう行動をする必要がある。だけどその分自由があるんだと。一方で、反対に変えられないもの、遺伝や環境のせいにしたら自分は責任ないんですよ。だって環境遺伝は自分がどうこうやって変えられないからね。生まれる親を変えますかって無理です。ということで無責任で済むわけですよ。うわ、楽だね、すんごいね。だから告知側に行っちゃいがちなんですよね。人っていうのは失敗したら何かのせいにしたがるし、そういうことで自分の持ってる自由ってのを捨てたがるんだ。そういう、傾向を持ってるから、自由ってのは難しいし、面倒しいもんなんですよね。という話になってきます。じゃあ、自由って何が必要なのっていうと、この3つの条件です。自由になりたい欲求。ね。これが必要。そして、自由になるために何かをする能力。だね。何か縛られてるものってのを解放して、その分自分でその責任を負うってことですよね。ああ、そう、自由になるために負う責任を負って、自分で何かをして、っていうことが条件であると。もし、要求だけ先行して自由を享受する。そうね。例えば、自由に生きていきたいっていうことで、家出をするということをすれば、その分、その後起こった責任や能力を求められると。自分でお金を調達してきたりとか、そこの後住む家に対して、傷をつけてしまったらその分直したりするっていう必要があるしね。そういったことは後々求められるし。で、その求めに応じられなかったら、
自分がそこまで能力ありませんでした。責任を果たすことができませんでした。とすると失敗した人は自信を失ってしまうでしょうね。結構辛いんですよ。自由になるっていうのは難しい。責任能力を果たす必要があるからなかなか難しいわけだ。で、一方で、じゃあ人間ってそんだけ自由って欲しいのかっていうとね、無制限に自由でありたいわけじゃないんだってさ、限界を欲してるんですって。なんでかっていうと、どこまでも行けます、自由ですってやられると、どこまでやればいいのってなる。っていうか、無限に頑張らなきゃいけないわけですよ。もう無限に頭いいですって言ったら、やっぱり無限に頭良くならなきゃいけないような気もするじゃないですか。っていうのでいいのかな。どっかでね、限界欲しいんだよ。お前の偏差値は72までとかね、高くてもね、頑張っても65までとかさ、いいじゃん、それで。なかったら苦痛なんだよ。たとえ偏差値が81を超えてもさ、まだ頑張らなきゃいけない気もするしさ、ねえ、今度何賞を取ればいいんですかみたいなね、オリンピックで金メダルを取ってまだ足りないんですかとか。やっぱりどっかで才能の限界っていうのがあった方が、その中で自分を頑張ろうって思える分ね、まあ自由っていうかもう楽しいんでしょうね。幸せなんでしょうね。人は幸福で自由な生活じゃなくて、辛くてもいいから悔いのない人生って送りたいんじゃないの。自由すぎても良くないわけですよ。ということで、悔いのない人生っていうのが実は必要なんじゃないか。そのためには一体何が必要ですかっていうと、過去の自分を否定しないで認める。そして、この人生っていうのは人から強いられた人生じゃないよね。自分で選んだ人生なんだ。って思うことが大事。っていうことですね。まとめたら、まあ自由も必要だけど宿命もないと困るってことなんですよね。自分で自由を求めるんだけども、ある程度限界もそこで定める。定めるっていうか、自分で、ね、低い限界を作っちゃダメなんだけど、ある程度限界っていうのを見つけた上で、その中で自由に生きてみる。伸び伸びと生きるっていうのは大事。人はそれぞれ天井があるから、その天井を認めた上でね、その中で、生きていくっていうのが、まあ、幸せになる一つの方法なんじゃないのっていうのが言われてますね。でね、今回はここまでです。